はい、吉田さん。なんかね、いろんな動画私たちリレーしますけども、なんかこう自分の考えをはっきり言ってすごく大事なことだなと思うんですよ。まあ、いわゆるね、どっちに向かおうとしてるのかわからないと、視聴者さんもついていけばいいのか聞きなせばいいのかってことで迷っちゃうんですけども、ある程度ね、俺はこうなんだよって、こういうふうな考えを持ってるんだよっていうことによって、そうじゃない方は離れていって、共感する方は残る。この繰り返しによって、なんか動画アップロードすればするほどね、方向性をしっかりとその都度その都度お伝えすることによって、濃い関係ができていくのかなと、少数性ができるのかなと思うんですよ。でやっぱり私もチャンネル登録1万5000人前後いますけども、実際に濃い付き合いっていうのはもう十数人とか数十人っていうレベルなんですよね。でなんかね、方向性がしっかりお話できてるがゆえに離れていく人がいて、だからなんかこう視聴者さんとかね、関係がすごく測りやすいなと思いますし、結果的に商品もなんか売りやすいっていうか、私の方向性のまま商品ができましたっていうんで、守備一貫してるわけですよね。でもいつも何を考えてるのか分かんない、あっちにいたりこっちにいたりするようなゆらゆらしてる発信だと、商品もそれほど説得力を持たないのかなと思うんですよ。で吉田さんは車に関してのね、いろんなポジションっていうのをずっと話されていて、である意味ね、視聴者さんの期待を裏切って R34 ズバッと売る、そのスピードに対してもこの決断力だなと。だから自分の今まで前提だったものを覆すことができる、その強さとか覚悟ってものに対してまた魅力がね、出ているんではないかなと思いますし、でまさに今回売った後に、そのあのタイミングが良かったとかね、その瞬間で生きてるかなっていうことを考察する動画を上げると、まさにね、説得力を増すかなと思うんですよね。というのが、多くの方がその決断ってものがいつも鈍るからなんですよ。右っていうふうに決めた時に、でも左にもこういうのがあったもんねっていうふうに考えちゃうんですよね。確かに右に行けば得るものが5ある。でも右に行ったら左で失うものが2ある。差し引き3のプラスなんだけども、できれば両方ともにいい顔したいなっていうような状態なんですよね。これを例えて言うと、仲のいい女の子がいるんですよ。で、すごく好きになっちゃったんだけども、告白してうまくいかなくって、なんか泣き別れみたいな関係になるのが嫌だから、だったら今の関係を続けていこうかなっていうのは、どっちつかずのそんな煮え切らないね、男心にも似てるんじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱり失うことを覚悟して、失敗を覚悟してこっちに向かってみる、その決断、まさに決めて立つってことがすごく大事なんじゃないかなと思った、そんなね、一幕でしたね。じゃあ行ってらっしゃい。